皆さん、お久しぶりです。アクロマスターの柚木ゆかりです。ハニワドローンチャンネルへようこそ。早速ですが、この狭そうな道を攻めます。ここは、国道345号線、山形県鶴岡市の根塚関から鶴岡市街へと抜ける道なのですが、関川という集落があるところまでは、かなりの悪路だと聞いています。最近はアクロマスターを極めすぎて、こんな道もアクロのうちに入らなくなってしまったのですが、慣れは恐ろしいです。でも、とにかく、対向車には十分気をつけて、あとは、路肩の状況や落石なんかにも注意していきましょう。ちなみに、ここは国道なので、国が管理する道路なんですよ。こんなに狭い道で大丈夫なんでしょうか。この道、しばらくは川沿いを走るようです。ああ、とても綺麗な川ですね。根塚関川というらしいです。こういう小さな川で、迫力あるドローン映像なんかを撮影できるといいんですが、なんせ車を止めるところがありません。仮に止められたとしても、河川管理者、山の所有者、そして道路から飛ばすには、警察や国道事務所に許可を取ることになります。ドローンって、可能性がたくさんあるのに、どうしてこうなってしまったのでしょう。ちょうど選挙期間ですし、しっかりドローンの未来を考えてくれる方々に投票したいところです。私はもちろん有権者ですので、投票に行ってきました。まだ期日前投票ができるので、当日行けない方はぜひ。とにかく投票に行きましょうね。さて、話題がそれましたが、ずっとこんな感じで狭い道が続きます。ですが、退避できるところもあるので、こうしたすれ違いポイントをよく覚えておきながら、対向車に備えましょう。一番怖いのは対向車ですからね。ゆかりさん、声を大にして毎回言いますよ。でも、道自体は大したことがないです。これは動画映えしないですね。どれだか的には、対向車の1台や2台は来てほしいのですが、これは来る気配がありません。しばらく、川の景色を見ながらドライブしましょうね。2車線になったかと思ったら、また1車線に戻りました。これアクロあるあるですね。そして、だんだん山深くなってきたせいか、道も少しずつ狭く、荒れてきました。まあ、この程度ゆかりさんの脅威ではありません。このまま攻めましょう。
対向車です。ちょうどいいところですれ違うことができました。行きましょう。なんか狭くないですか？ガードレールがあるのはありがたいのですが、とても閉塞感があります。そしてなぜでしょう、ガードレールがボコボコです。多分雪でこうなったのだと思いますが、もし落石とかだったらやばいですね。おお、ここいかにも落石がありそうな場所です。モルタルが吹きつけてありますが、このむき出しな感じが怖いです。左右に看板です。路肩注意、落石注意、今更な看板ですね。で、ここ狭いです。ボラードが雰囲気を醸し出しています。ジオゲッサーでよく見るあれですね。それにしても狭いです。ここだけ見たらヤバい道認定にしてもいいくらいです。さっさと抜けましょう。道幅はちょうど2メートルかなと思います。この車の車幅は 1.8 メートルなので、余裕は20センチ程度ですかね。まあ2メートルより狭い道はもうゴリゴリですから、車が傷だらけになります。そうそう、私この前この車をポリッシャーで8時間かけて磨いたんです。もう新車かと思うくらいに綺麗になりましたよ。その証拠に過去の動画と今日の動画のボンネットを比べてみてください。雲泥の差ですよ。ああ、赤が映えますね。さすが私の相棒、ラビフォーさんです。これからもよろしくお願いしますね。集落に行けそうです。やっぱり大したことない道でしたね。まあ綺麗な川が見れましたし、ドライブにはちょうどいい道でした。さて今日はこのくらいで締めましょうか。ご視聴ありがで対向車危ないです。めっちゃ飛ばしてましたね。これが数十秒前だったらやばかったです。おそらく地元の人かと思いますが、地元だからこそよそ者に優しく道を譲ってほしいですね。今回はラッキーでした。
かい落石があります。意外と鋭利なのでゆっくり通過します。ああ早くオールテレーンタイヤかマッドタイヤが欲しいです。未舗装のもっとヤバい道に行ってスリル満点のアクロ実況をお届けしたいのですが、あ、リッカさんたちが大ブーイングですので今日はここで終わります。ハニワドローンチャンネルでは新潟の美しい景色や自然をドローンで撮影してぴったり合ったオリジナルの BGM とともにお送りしています。こんな感じでいわゆる国道や県道といったヤバい道を私たちソフトウェアトークがワイワイ実況しながら紹介しています。毎日投稿頑張っていますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。さて、おまけの関川集落の映像とともに最後まで見てくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。